牧場物語、ようこそ風のバザールへ。はい、牧場物語続きからやっていきたいと思います。前回確かニワトリの話を聞いてそのままやめたので、多分もう一回、そうだよね、ちょっと、あ、もう分かってますはい、まあ餌とかないんですけどね。はい、大丈夫、これ私知ってるって言ったけど知らない恐れあるよ、割と。そう、花祭りっていうのは何、みんなに花を贈ろうっていうのは、あの落ちてる花でいいのかな。バザールの結果発表、ほうほうほう、行くでしょ、1回目だもん。まあ、これ慣れてきたら行かなくていいんだろうな。売上のベスト3、14万6…違う14,600でも落ちた、大したことなくない。でもメリーニ君の店、そこは仕方ないわよ、そこは買っちゃう、私も買ったもん。その店行ってないからわかんない何売ってた？え、すごくない ?24,400 って。まあ、それはムーチョが一番でしょうよ、それは。あ、ボイド入ってない。かわいそう。最もお客さんが評判良かった。私だ。どうも、私です。え？この地方で一番、そうなんだ。15,000から20,000。センターにいたのにさ、名前一個も呼ばれてないのよ。結構かわいそうじゃない？マジか、そんなに稼がないといけないの。ちょっとハードね。ちょっとニワトリ？ニワトリってどこにいるんだっけ？ここにいるの？外に連れてって。ちょっと待って。しまってこれ。しまって。ハート出た。でもちょっと自力で餌食ってくれ。あ、ごめん、どこにしてた話。まあこれで勝手に食うでしょ、餌は。で、また物を集めつつ、花祭りがどうのこうの言うてたから、そこよね。レシピは買っときたいなと思ってて、結局何か売るときにさ、やっぱ加工した方が高く売れるじゃない。あ、種買いたいよね。株、まあごめんなさいこの辺作業だよね。ちょっとごめんなさい、ほんと。キャハ？これさ、虫欲しい、虫。虫。待って。虫って普通に捕まえれるんだ。あ、そうなんだ。びっくり。で、なんかあと、そう、崖から行けますよみたいな。どこの崖なんだろう。わっ、すごいこれは知らなかった。
へえ。いいね、このゲーム。なんか、ちょっとなんか蝶々捕まえれますみたいなの聞いたんだけど。ごま、これって売れるの？売ることしか考えてない。売れるよね、きっとね。とりあえず花をね、花をあげないといけないから。ロイド？まだ何か用かって、私今日初めてよ。お話しするの。ちょっと。え、お花あげれなくない？買わなきゃダメとかそういうのあんのかな？え、花あげたい。いやね、虫捕まえるもんね。で、あ、待って、これも、おお、なんもない。なるほど、樽の上に乗ったらああいうことが起きるのね。ロイドどこ行った？どこ行っちゃった？いた。いや、花あげるなら圧倒的。蝶が捕まらない。え、かわいい。え、にぎやかなの今日？そんな感じは。おお、すごい。ちょっと待って、これはにぎやかになるわ。ちゃんと飾ってた、いろいろ。よし、私はもう逃がしませんよ、虫は。絶対でこれ金に変換できるでしょ。言い方よくないけど、お金が欲しい、お金が。で、はい、はい、とりあえずね、やることなくなったら次の日行こうかなと思うんだけど、誰もでもいないね。やっぱあれか、みんなお祭りだから。思った、虫の種類多くない？思ったより多い。一応彼、あ、入れない。くそ。えい。なんかモンキチョウだけさ、カゴがしょぼい。そういうこと？やっぱレベルが低いのよねってことよね、きっと。頑張れよって言われた。何を頑張ればいいんだし。チョウチョが探していた。あ、みんないる。いいね。過ぎてから来てくれ。まだ結構ありますね。出馬されるのですか？何？戦い？あ、今日あれなんだ、お祭りだから特にお店とかもやってないんだね。なるほど。あらあら。サイズ感に無理があるわね。頑張ってって言われちゃった。頑張るわ、じゃあ。え、早く12時になってほしい。で、12時までちょっとじゃあ物拾いに行きましょう。なんかぼーっとしててもね、しょうがないんでね。てか前もって言ってほしいよね。12時からですよって。バザールの方にはでも行ってもしょうがないから、そうね、行くとこないわね。この辺、うん、なになに、変な色してる。トゲひしばった。あっ、金色じゃない？これレアじゃない？金だ。じゃあ今日ムーチョのとこにも行けないのか。
買いたかったんだけどな、種とか。でもあったもこの辺で時間つぶしですよ。ルンルルン。そんなことある？あ、あなた一人ぼっちじゃん。何って言われたらさ、怒んなくてもいいのにね。え？え？入れたんだけど、すごっ。あ、もうちょいやってんの、お店。偉い、あんた偉いよ。うん。しかも多いじゃん、今日。肥料。動物の薬。あ、鶏の餌売ってるのはマジで感謝なんだけど。待って、数が少ない。まず売る方みたい。やっぱ虫売れるんだね。本気超いら15円。虫安いわね。じゃあとりあえず鶏の餌を、ここぐらい買っといた方がいいよね。死なれたらさ、ちょっと結構メンタルに来るものがあるじゃない。で、余ったお金で2個しか買えないんだ、うん、やば、お金なさすぎ、うん、あれだね、裏作業でお金稼いだりしないといけないな、うん、何したいの。始めるわ、とりあえず。うん、待って、説明少なくない？うん、今日から花祭りの始まりだ。待って、今からだったんだけど、説明。花祭りは町の人同士で花を出すイベントとなる。祭りは今日から12日の12時まで。長い？一番花を多く送った住人をベストフレンド住人と発表するので、これってさ、好きな子にだけ渡せばいいの？誰に渡すんだ。だってあなたですよ。渡せないんだけど、どういうこと？やっぱこのしけた花じゃダメってこと？装備できない。あ、俺にくれるのか、ありがとな。だって、どうしよう。個人的にさ、プレイヤーさん好きだからあげちゃう。結構もうみんなにあげた方がいいのかな。どっちなんだろう。とりあえずこれじゃあ次持って、そうね、私気に入ってる人にあげたいな。とりあえずおばあちゃんにあげちゃう。私、君たちにもあげるよ。なんか、あらあら、いいじゃない。やっぱこれ全員にあげるべきよ、やっぱり。ちょっと花をさ、前回売ったのは損したわね。足りなくない？今持ってる花では足りないと思うのが。間に合っている。ごめんなさい、投げちゃった。いる？本当に思ってる？やばいな、ちょっと。てか、この花売らなくてよかったよね。さっき普通に売る気満々だった。はーい。あ、いいね。ユリスもいいよね。いや、またあと2つ、あと2つ。まあ、あるね。よしよし。はい、これさ、好きな色とか関係してくるのかな。
だとしたらミスったよね。ロイドって確か何が好きだっけ、青色とかだっけ。あの教えていただいたね、その攻略載ってるところで見たんだけど、ごめんなさい、拾えない。すごい、本当に。もうなんか、誰もいなかったらね、ここに今、花で引っ叩いてるところだったよね。危な危な。おばあちゃんにはあげますよ、そりゃ。当然の結果ですよ。じゃあこれを、私は今後毎日、毎日というか、はい。12日までとりあえず花を人にあげまくります。うん、なので次どうなる、12日までにイベントって起きるかな。起きなければもうそのまま12日までやっていこうかなと思うんだけど、あなたはいらないのね。じゃあもう全員じゃない、これで。トリマー OK よね。あっち人いないもんね。よいしょ。花ってさ、どういうタイミングで生えるんだっけ。午後と午前とかだっけ。もうとりあえず、じゃあ、花を配りまくろう。それが私が次回パートまでにやることということで。じゃあとりあえず、上に行きましょう。あのさっき買った株を。はい。何個買ったっけ ？2 個しかな。はい。はい。で、水まいて。OK と。で、これ、思ったのよ。なんか、鶏、確か、あれよね、出しっぱにしてさ、私寝ちゃダメなんだよね、多分ね。びっくりした、何？もう。こいつは高そうだから捕まえとく。帰ろうね。もう帰りましょう。ごめん、そっちじゃなかった。あなたの家はそこじゃないわ。ここよ。あ、確か倉庫になんか入れとくとあそこ出せるんだよね。ちょっとそこに。待って、私ナイス。自分ナイスじゃない？倉庫に割とね、花入ってるわ。で、手持ちから、鶏の餌を入れて、これで出せるってことを、え？あ、巻いたんだ。なるほどね。食べなさいよ、唐揚げちゃん。二箇所には巻かないから、私も。そんなお金ないから。よし。ということで、今回どうだろう？ちょっと短いかな。とりあえずこれで終わろうかなと思います。次回パート。私は必死に花をあげまくった結果をね、次回見たいなと思います。はい、じゃあ今回これで終わりたいと思います。バイバイ。